ライアソン大学はカナダのトロントにある州立の大学である。現在は全日制で約2万5千人の学生がいる。キャンパスはトロントの市街地の中心部であるヤングダンダススクエア周辺を拠点としている。略称はライアソン RU。ライアソン大学の創設は1948年に遡る。当初は ライアソン効果専門学校という名称であったが、1966年に名称をライアソン効果専門学院に変更後、1971年に学士の授与認定を州より認められ、正式に州立大学として発足した。また1993に修士、博士の授与認定を受ける。そして、2001年、大学の規模拡大とともに、現在の大学名、 ライア村大学に名称変更を行った。近年ライアソン大学では学内で策定されたマスタープランに基づいて校舎の拡張を行っている。2009年4月現在6種類の新校舎が完成し残り3棟を建設中、計画中である。現在の長期計画では各施設の大規模な改修を行うことで高層ビル群を要した。 独特の学者を建設していく方向で検討が続けられている。また、ライアソン大学は、生徒の利便性のさらなる向上を目指して、世界最大の地下街パスと、ほとんどの校舎とを地下でつなぐ計画が検討中である。これにより、冬季の積雪時にも、快適に通学ができるものと期待されている。上記とは別に2009年12月1日、 ライアソンは大手スーパーロブローと共同でトロント有数の歴史建築物であるメープルリーフガーデンズの建物買収と建物を新校舎の一部に活用することを発表し改装を実施したメープルリーフガーデンズの内部は地下1階地上3階建ての建物となり地下は駐車場1階はロブローのスーパーストアが入居2階は多目的施設3階は フルのアイススケートリンク、バスケットボールコート等の大型スポーツ施設などに改修された地下鉄ダンダス駅のそばにキャンパスがある。特に管理棟は駅、イートンセンターと直結しているため冬季の豪雪時に特に通学に便利。学内では学生向けに無線インターネットを開放しているが、特に地の利を活かして AMC シアターズが入居している AMC。 トロントライフスクワイア内の映画館内でも在学生には無料の無線インターネットが開放されている。これには一般にも開放されている AMC3 階のフードコートも一部含まれる。投稿はカナダの中で特にジャーナリズムやメディア、理工学建築関係を強みとして力を入れている。デジタルメディアゾーンという企業支援部門を運営し、 100社以上の企業支援を実施している。ケラーホールテッドロジャース、マネージメントスクールビルディングオークハムハウス、大学図書館2008年秋より、ダイアソン大学は、ヤングダンダススクエアにある映画館 AMC も、大学の一部として活用している。ありがとうございます。